では11時になりましたので、アートミュージックプレイス3始めたいと思います。トップバッターリビエールです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、夫婦で J-POP や昭和歌謡のカバーをやっております。リビエールはフランス語で川という意味で、私たち名字が江川というのでリビエールと名付けております。ではまず今日は1曲目、人とようさんの花水木からいきたいと思います。お祭り中ありがとうございます。よろしくお願いします。
ちょっと譜面台が倒れたりとかですね、いろいろあったりもするんですけれども、次は何やりますか。それいきますか。はい、続きましてちょっと懐かしいところで坂本九さんの見上げてごらん夜の星をという曲がありますが、まだマピルまで星はまだまだ出ませんけれども、昨日はちょうど七夕ということで残念ながら雨でね、お空は見えませんでしたけれども、きっと雲の上で織姫様と彦星様がデートしてたんじゃないかなと思うのですが、では見上げてごらん夜の星を聞いてみたいと思います。聞いてください。ついておりますが、続きまして、はい、続きまして、ちょっと待って、こんにちは。しゃべるのが苦手なんですけど、皆さん間違いないようになりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当にしゃべるの苦手なんです、この人。では、キロロの未来へという曲をやってみたいと思います。はい、大丈夫ですか。ちょっと風があると、前に野外でやった時に譜面台ごと飛んでたことがありまして、はい、その時はもう洗濯バサミぐらいじゃつかないんですけれども、今日はなんとかいけますかね。では、はい、
何？あ、足りなかったね。はい、大丈夫ですか？あ、私の方が大丈夫じゃんか。はい、では行きたいと思います。よろしくお願いします。See you.
して何やりましょうね。何やるんですかね。それそれ、はい、そっち、続きまして懐かしいところで70年代ぐらいですかね、千秋直美さんの喝采という曲をやってみたいと思います。いいですか。はい、よろしくお願いします。失くしてた。
後にちょっと賑やかな曲で終わりたいと思うんですけれども、これも70年代ぐらいですかね。私住んでるのは西市なんですけれども、豊田市で働いていたこともありまして、今も私から見えるところに勤めていた会社があるんですけれども、その時はこちらのゲザさんにお世話になりまして、毎日夕飯の買い物をしたりとかしていたんですけれども、豊田市は第二のふるさとみたいな感じがいたしますので、これからもこちらのアートミュージックプレイス続き毎月続いていきますので、機会があれば出させていただきたいなと思っております。またどこかでお目にかかりましたらぜひ聴いていただけたらと思います。では最後に澤田健二さんの勝手に仕上がれで終わりたいと思います。今日はありがとうございました。リビエルでした。登場しますので最後までお楽しみいただけたらと思います。ありがとうございました。